おはようございます、今日が6月5日金曜日です。で、昨日はね、まあまあ普通に健康な時間に寝たんですけど、今日起きるのが、4時45分ぐらいで、いつもよりも45分ぐらい遅かったんで、もう全然動画編集も何もできずに、ただ準備だけして今仕事に向かっております。で、今日なんですけど、まあ目標は、まあ、無理せず、ダーツ満喫で3時間やれれば、まあそれでいいかなって感じですね。だから今週はね、まあ、病み上がりだったっていうのもあって、なんか仕事の疲れだったりとかがちょっと取れてないんで、まあ土日ゆっくり休んで、また来週から頑張っていこうかなと、まあそんぐらいにしといておこうかなと思います。まあね、もう若くないんでね、俺も。ということで、今日頑張っていきます。はい、今仕事終わりました。で、今帰り道です。今から満喫でダーツを打ちに行くんですけど、会社の友達がね、一緒にダーツ打ちましょうっていうことになったので、行って2人で打つことになりました。なので、いつもは、100ハットチャレンジを、とにかくバーッとやって、で残りの時間で他の練習をするって感じだったんですけど、まあ、今日はちょっと久しぶりに100ハットやらずに、マッチを楽しむっていう感じにしたいなと思います。で、今日ね、仕事がまあまあね遅くなったし疲れたので、まあ3時間丸々じゃなくて2時間ちょっとやって、9時過ぎぐらいにはもう家帰って、まあゆっくり寝ようかなと思っております。健康のためにこんな感じです。じゃあダーツ頑張ります。先行どうぞ。先行どうぞ。じゃあいいっすか。いいよ、どうぞ。お疲れ様です。今ダーツ終わって、で車内に戻ってきたところです。で、友達と何回かマッチやって1回負けましたね。しっかりがっつり本気出して、めっちゃ悔しかったっすね。まだ負けるんだなと思って、いやー悔しい、もうマジで一生負けたくないと思いました。なので、まあこういうなんかマッチとかそういうので負けた経験がまた練習のなんか糧になるかなと思うので、もうマジで絶対負けないように陰練しまくります。はい、ということで、まあ今から家帰ると多分9時半過ぎぐらいになると思うので、あゆみさんが今料理をしてくれているということなので、すぐに帰りたいなと思います。お疲れ様です。確かに。はい。いただきます。いただきます。柳沢の遺体はここ。写真をくれ。柴田、続けてくれ。入り口の前で電話をかけていた男性が。調子いいですか？田舎4万。めちゃくちゃ欲しいよね。うん。落ちるぞ。うん。ちょうど真ん中の柳沢